住紳一郎の日曜天国。おはようございます。3月24日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。曇り空の日曜日を迎えています。今日の関東地方、西から近づく前線の影響を受けて午前中は晴れ間の出ているところも次第に雲が広がり、夕方には神奈川や千葉の沿岸部で雨が降り始めます。東京都心でも夜には雨の降るところがありそうです。東京の降水確率、午後 50%、 夜は 40% です。南風が吹いていて気温は平年並み。予想最高気温、東京、横浜、千葉で14度、水戸で15度、熊谷で16度、前橋、宇都宮で17度の予想です。ちょっと確かにね、雨が降り出しそうな、そんな空模様ではあります。寒いです。でも土曜日などに比べると随分と暖かい感じしますけれど、そんなことないですか。まだ勝手に自分がもう春なのに、春なのにって思っちゃうのがいけないんでしょうね。そうでしょうね、はい、土曜日はね、2桁いきませんでしたから ね。そうでしたもんね。そうなんですよ、はい。どんどんね、桜の開花も予想が後ろ倒しになってますもんね。そうですね、平年よりも多分遅くなると思いますね。明日月曜日、関東地方曇り、東京の最高気温16度の予想です。1週間の天気見てみますと、今日火曜日、金曜日に雨マークが出ていて変わりやすい天気になりそうです。気温は平年並みの14度前後が続き、週末にようやく20度くらいまで上がってきそうです。先ほど少し話しましたが、桜の開花、東京の予想はウェザーニューズ社と日本気象協会が今日24日の予想、ウェザーマップ社は明日25日の開花を予想しています。土曜日曜は午後2時に気象庁の確認が行われるということで、もし今日開花を確認するとちょうど2時過ぎぐらいにですかね、発表があると思います。どうでしょうか。どうでしょうかね。私の見立てだと はい、明日か明後日今日はないと思います、多分。私も賛成ですね。勝手に賛成ですね。そうですよね、なんとなく今日じゃないですよね。そうです ね、そんな感じがします気象庁は2009年に開花の予想をやめてるんですよね。で、民間の予報会社が今開花の予想を出しているということで、ちょうどね、私たちもその民間業者の開花の予想が解禁されました2010年、まあ、いわば役所がやらなくなったんで民間がやりなさいみたいなことなんでしょうけれど、気象業務の許可を受けてないのに勝手に私たちやってますからね2010年から結構長いんですよ。そうです、ね、日本のその民間の予想のその、法人としては、まあ法人じゃないんですけども結構ね、このウェザーニューズ社と日本気象協会、まあ一般財団法人ですけども、でウェザーマップ社、これは気象予報士の森田さんがお作りになった会社ですけどもね、今社長が森さんですか、なんですけども、この3社に負けない、今日本だと多分5社ぐらいが出してるんですけども、勝手に私6社目に入ってますけどねそうですね、日本で唯一勘で出しているっていうね。そうですね体感で ね、そう、うん、何のデータも持ち合わせていないんでね、勘で出して、で意外にね当たるんですよ。どうでもいい話をしてしまいました。新年度、新しい生活始めるために関東に越してきました、この春上京してきましたという方もね、ちょうど増えている時期だと思いますけれども、はい、なかなか自分の居場所を見つけるのは大変だと思います。ラジオ番組でさえ途中からね合流するのはなかなか気が引けるものだと思いますが、初めて今日番組を聞くという皆さんにもなるべく分かりやすいように配慮して制作するよう心がけていくつもりです。何か分からないことなどありましたら、番組でも
スタッフ宛てでも構いませんので何でも聞いてください。それから X 旧 Twitter をねやるという若い世代の皆さんも多いと思いますが、少しそういうところにコメント投げかけますと、この番組の常連さんたちは比較的私の教育が行き届いていますんで丁寧に教えてくれるはずで、嫌な思いをすることはないと思います。あとは10時のドンで全員挨拶するという昭和的な、むしろねこうなんでそんなことを放送事業者に言われなくちゃいけないんだみたいなことを一周回っちゃってね、私が厳しく指導し続けてきたので10時と同時に XQTwitter ではみんなおはようございますってつぶやくことになってますんで、でおはようございますってつぶやいた後は番組や私に対していかようにでも文句言ってもいいっていうことになってますんで、とりあえず挨拶だけはというところですよね。はい、お願いします。はい、ちょっとね間違えたかなと思って、もうすでにスイッチ切っちゃってる人もいると思いますけれども、まあなんかちょっとね癖のあるラジオだということでご理解いただきたいと思います。なんかね醤油のプレゼントが異常に多いなとかね、パンダジャパンってなんだろうとかね、石野佐藤さんって誰とかね、なんで言葉と言葉の間に急に2人とも黙るんだろうとかね、なんかテンポ悪くないかなみたいな、とかいろいろ気になることあるとは思いますけれども、遠慮なくぜひ聞いてください。新しい生活のお供にラジオラジコをぜひよろしくお願いします。私も地方出身で18歳で上京しましたけれども、最初は当然知り合いもいないし、部屋で一人で寂しい思いをしたことを思い出しますが、皆さんもねきっとね知人友人はそのうちできると思いますが、同じ曜日同じ時間にいつもの番組が流れるというのは随分気分がごまかせるものです。こちらこそよろしくという気持ちです。新しい生活を始める皆さん、早く生活に慣れることを願っております。それから先週3月17日ですね、先週お伝えしました通り、今日は三ツ矢サイダーのプレゼントがあります。500ml 入りのサイダーが24本セット、いわゆる1ケースですね、サイダー1箱をプレゼントいたします。三ツ矢サイダーは今年で140周年ということで、先週少し歴史も紹介いたしましたが、140年ですもんね。そのお祝いということですので、140人の方にプレゼントということになりました。嬉しいですよね。そうですね、なかなかないですよ。すごいです、ね、140箱です、ねえ、皆さん10時台の後半のコマーシャルでご存知のように、三ツ矢サイダーを販売しているアサヒ飲料さんがこの番組のスポンサーを長らく引き受けてくださっていまして、その経緯でということなんですが、今ねラジオはメディアなかなか厳しいところで、なかなかスポンサーが引き受け手がいないというようなことが長く続いているというケースも往々にしてあるわけで、そんな中こういう申し出があったということで嬉しく思っています。本当に感謝を申し上げます。で、簡単なプレゼント企画ではなくね、まあ140箱140人の方にということなので、単なる抽選じゃちょっと物足りないだろうということもあり、また三ツ矢サイダーは昔から広告いろいろな取り組みをやってきたという経緯がありますので、令和6年のねラジオのプレゼントがただの抽選じゃつまらないだろうというような、後からね50年60年経って歴史振り返った時に、え、令和のラジオって何つまらないなんて思われるのも尺ですもんね。なのでかなりカロリーの高い企画を用意しました。三ツ矢、カタカナでもひらがなでもいいですが、三ツ矢で始まるあいうえお作文を皆さんに作ってもらいたいということになりました。やはりこの1週間皆さんどうでした？私たちもね少しシミュレーションしたんですよ。やっぱりねこういうお題出されますとね、何でしょうね、自尊心っていうのかな、承認欲求っていうかな、他人よりやっぱり面白いものを作りたいっていう気持ちがあるんだよね。なので1週間ずっと三ツ矢三ツ矢って言ってね、いろいろね、三から始まる言葉ないかなとか、矢で収まるいい言葉ないかななんてずっと考えたりするんですよね。そうです、ね、そうでした。この刷り込み効果大きい結果につながるんじゃないかと私勝手にそう思ってますけどね。スタッフでやってもねあんまりいいアイデア出なかったんですよね。なのでやっぱりリスナーの皆さんのね、まあ、AM ラジオ聞いてる人は昔から知的レベルが高いなんて言われますけど、ああさもありなんと思いましたね。本当に本当に心正直に
リスナーすごいってスタッフが全員思ったもんね。そうです、うん、すごいと思いましたよ、ちょっとショック受けるくらいでしたよね、特に作家と名のつく肩書きのスタッフの皆さん方なんかはもうちょっとね俺と目合わせないくらいになりましたよね。ああいう作文、ね、おりくなんて言ったりして雑敗って言って徘徊の少し楽しい方の遊びで昔から結構江戸時代なんかは結構盛んにやられてたみたいで、私も詳しい方にお話聞いた時あるんですけど、昔はね結構ねギャンブル的な感じで遊んでて、で要はその、まあ、五七五に揃える場合が多いんだけれども、参加費を、まあ、今のお金でいうとやっぱり1万円とか2万円払って、で50人とか100人ぐらい集まって、例えばその桜でそれぞれ桜から始まる五、九から始まる七でらから始まる五とかね、まあ、あとは五七五七七にしてみたりとか、柿つばたで五七五七七揃えてみたりして、で一番最後にみんなで出し合って、無記名で出し合って投票して一番いいっていう評価もらった人が全員の会費総取りなの。だから一人1万円で50人参加してたら、一番いい分作ったら50万円もらって家帰れるってことだから、結構いい遊びっていうか興奮したでしょうね、きっとね。今はお金かけちゃダメだけれど、だからやっぱり基本的に、まあ、やっぱり人間っていうのはこういうちょっとやっぱり承認欲求というか、自分で創作してなんかいいもの出して他人にすごいって言われたりするのはやっぱりいい気持ちなもんだよね、やっぱりね。そうですね、そうなんですね。お金かけたらダメですよ。そうです。そうですね、今は ね、そうですね。で先週もね、1週間いよいよありますからと言ったんですけども、フライング気味にね、みんなポン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 すごくいいの返してくださって本当驚きました、早かったね。え、なんかメディアを通じてこんなに高度なやり取りができるんだっていうことで、少し自分のことのように胸のすくような気持ちの良い新鮮な驚きでしたよね。三つや見慣れない妻が野菜を買ってきたとか、もう好き、 いいよねこれね。いいですよ、三つや見つからない続き読みたいヤングジャンプ、そうよ、いやいやいいよね、ということでこの1週間私寝ずに見てまいりました。秀作が数々ありますので紹介したいと思います。ドキドキするな。三つ矢のあいうえお作文ですけどもね、やっぱりね皆さんいろいろ考えて、一番多かったのはやっぱり古典的なへそくりネタっていうのがね、これ鉄板みたいね。もう、ジャンル立ちしている。ジャンル的には、もう川柳とか四コマ漫画とかあいうえお作文の中でもへそくりっていうのが鉄板なんだろうね。もう、花は桜木って感じ、へそくりのがものすごく多い。長野県のペルエールさん、ありがとうございます。ありがとうございます。三つ矢見てみたい妻のへそくり約100万どう？いいよね、アメリカアリゾナ州、サボリンさん、三つ矢見てしまう妻のへそくり約100万ほぼ一緒。そういうものなの、ね、見てみたいと見てしまうだけ、まあ矢だから約100万に引っ張られるのかな、横浜のリコピンさん、見つかった妻のへそくりやばい額いいね、1000万くらいでしょうかって書いてます。へそくり多いのよ。小金井市のポンポコさん、三つ矢見つからない妻のへそくり闇の中うまい、いいね、夫側ばっかりね。松戸市の還暦レディーさん、三つ矢見つけたぞ、見つかりました、見つけたぞ妻のへそくり野菜室ありがとうございます。いいよね、ありがとうございます。まあ、朝日飲料さんがどう思って聞いてるか分かんない、ね、ただねこの野菜室で見つけたバージョンはですね、深谷のへそくりさん、それから大田原の愛さん、全く同じおめでとうございます。そういうも、皆さんにサイダー一ケース送りますおめでとうございます、色とりどりすでに。まさかもう飽きてますか
まだいけますか。飽きたら飽きたって言ってください。そうね、その恐れもありますね。有名人系がね面白かったですね。文京区の健一さん、三ツ矢、三田寛子、津川雅彦、矢田亜希子この矢田亜希子さんがねすごいいいね、うん、矢田さんが聞いてると思う。なるほどね、うん、最後グッとね。富士見野市の K さん、見間違い、津軽平野で矢田亜希子いいと思うけどね。私はこれ好きだったな。いいよね。ここにっていうね、うん、矢田さんがねすごく人気だった、うん、あそうですか。海老名市の八さん、うん、見境なくつい見てしまう矢田亜希子いいね。そうです。杉並区の白滝姫さん、三ツ矢、三浦淳、つぶやき四郎、八木亜希子やっぱりほら番組と関係性の深い三浦さんがね入ってくるといいですよね。新潟の S さん、ありがとうございます。三浦淳、ついにやめたよサングラスおめでとうございます。当選で、もう全員当選です、発表されたら当選。素晴らしい、おめでとうございます。なんとなく皆さんの飽きてきた感じは伝わってますけども私準備しちゃったんでこのまま行きたいと思います三ツ矢サイダープレゼント、三ツ矢から始まるあいえお作文ですね。他の有名人編ですけども、三ツ矢、ミノモンタ、つま先立ちでやってくるじわじわ来ますね。じわじわ来ちゃう石川のリス組さん、三ツ矢、ミーシャさん、ツアーの移動は夜行バス違うと思うけどそんなことあるかんね面白い。本当に初めて聞く人に配慮されてるこれ真面目なやつ、さすが AM ラジオ、リスナーの皆さんレベル高いなと思いましたね。時事系やっぱりね、はい、最近のニュースをよく見てるなって感じがありますよ。うそうです、ね、こういうのできる人がやっぱ大人だなと思いますよね、三ツ矢、飯能市の舞茸茶碗蒸しさん、39歳女性の方、はい、ありがとうございます。みんなして積み立てNISAやりだしたこれはいいんじゃない、うん、これはもう荒川京慶さんでもうんって言っちゃう。そうですね、もう24って感じ、いいね、うん、大和市のほほえみさん、55歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。三ツ矢、乱れ髪、疲れた顔の薬剤師これはほらそうお忙しい、医療崩壊のさ、そうね、もう一番ね芝居を作ってるとこだから、いい、すごくいいよね。本当そうです、切り取ってる、うん、サイダー飲んでください。本当ですね、素晴らしい、おめでとうございます、ね、うん、野球時事、はい、来ました。野球、この方は多摩市のゲラゲラバニラさん、63歳女性の方ありがとうございます。三ツ矢、皆、はい、願う次は勝利だ山本由伸。本当そうですね、すごい、そうですそうです、うん、ね、たくさん打球を、ね、浴びてしまって応援したい。そうそう、はい、皆さん素晴らしいでしょ。本当そうですね、グッとくるよね、いいなと思いますよね、まあ、ただね、なかなかやっぱりちょっとこれはどうかなっていうのもありますよね。この方はやっぱりこれはどうかなっていうぐらいで住所書いてないんですけれども、女性の方なんですけども、三ツ矢、民放のアナウンサー、つまらないやつやめちまえどうなの、これはちょっときついよね、どう、あげません。これはあげません、これはあげないでしょう。なんでここまで言われなきゃいけないのよ。ちょっと傷ついちゃったね。傷ついちゃったよ。また民放と公共放送で分けるみたいな固くなな感じもわからなくはないけど、そうかそうか、うん、これはあげません。そうね、うん、こういうことあります。そうね、そうですね、うん、はい、あるんだ、そう、トゥーンってのもありますよ、うん、うん、ごめんね、ちょっと綿密なリハーサルやっちゃったからこのままいくよあとさ、これ私も思ったんだけど、三ツ矢だと三重県津市ってのが県庁所在地で出てくるから、そうです、ね、三重と津でこうなんかいけないかなと思って、うん、あと矢がうまくはまればっていうことをずっと考えたんだけど、私もいいアイデア出てこなかった、うん、その切り口ね、うん、
伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ、終わり名古屋はみたいな感じでいけんじゃないかなと思ったんで、いいですよね、やっぱりでもこれトライしてくださってる方がいるんですよね、長崎県の命さん、はい、三ツ谷、はい、三重県津市の山田です自己紹介になっちゃった。これどうですか。どう、三重県津市の山田です。嫌いじゃないよ、わかります。よかった、よかった、危ない、懐かしいかも。岐阜県牛タンのタンさん39歳、女性の方、ありがとうございます、ありがとうございます。三ツ谷、三重県の津の出身のヤンママです。いいんじゃない、でもこれなんとなく、やっぱりね、やがね難しいのよね、やっぱりね、そうですね、好き、差し上げます。おめでとうございます。嬉しい、この音好き、いいよね、はい、東京北区のピュー太郎さん、この人もやっぱり三重県津市で勝負をしてくださいました。嫌ですね、三ツ谷、最後ね、三重県の津市で食べたい焼き魚どうでしょう。三重県の津市で食べたい焼き魚、まあまあですけどね、そうですね、あこれは残念、これは残念でした。惜しいね、惜しい ね、何が惜しいんだかよく分かんないけど、どうですか。もう飽きてきたでしょ。素直すぎたのかな、素直すぎたのかな、ちゃんとしたの紹介しよう。大田区の生ハゲ小町さん、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりすごいね、こういう人いるんだね。そう、三ツ谷、三つのアコと継ぎ合うサイダー八つ時に、どうこれ素晴らしい。三つのアコとって自分の子供とってことでしょ。八つ時にってのはおやつだから2時とか4時じゃない。これはもう最優秀作品じゃない。ほのぼのした感じがね、ほのぼのしてるしさ、サイダーも入ってるしさ、そうです ねいいと思います、素晴らしいと思います。さあちょっとね、もう飽きてきたなっていう時にはおピンクコーナーですね。お待たせしました。あるの、ありますよ、ピンク、ちょっと色っぽいとこ行きましょうね。そうですか、色っぽいとこ行きましょう、はい、この方は松戸市の愛はなめろうさん22歳、女性の方、もうラジオネームが振るってるでしょ。愛はなめろうで22歳、これ本当は多分58だと思う。松戸だし、なんでよ、何よ。松戸の愛はなめろう22歳。三ツ谷、三日三晩続けてやるよ野球拳。楽しそうね、楽しそうですよね、楽しそう、いいと思います。サイダーワンケースおめでとうございます。愛知県かなり安全さん、男性の方、三ツ谷、はい、妙齢のツインテールと野球拳。いいと思います。合格。さあ、10時台ね、そろそろまとめたいと思います。そうですか、安住賞、八潮市のパンパンパンコさん、女性の方、ありがとうございます。三ツ谷の愛用作文、三ツ谷、三日だけ土屋アンナをやってみたい。なってみたいってこと。やってみたい、やってみたい、土屋アンナになって、ね、確かにかっこいいもんね。いいと思いますね、そして10時台の優秀作品おしまいはこちらになります。富山県の正常寺のたぬき親父さん、ありがとうございます。男性の方、三ツ谷、三ツ谷、三つの県つながる北陸、矢のように走る北陸新幹線ね、富山、福井、石川、どうですか。そうですね、本当にそうですね、素晴らしいと思いますね。素晴らしい、わー、おめでとうございます、おめでとうございます。また11時台に皆さんの作品紹介してまいりたいと思います。今日のメッセージテーマはこちらです。最近褒められたこと、座間市のマリンさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近褒められたことですが、先日マクドナルドに行った時のこと、はい、注文したものをテーブルの席で食べようとした時、隣の席に座った50代くらいの知らない女性が声をかけてきたんです、はい、あのいきなり失礼ですが、
あなたは商品の注文の仕方がとても上手ですねと言われました。私はカウンターで注文するとき決して慣れているわけではなく、いつも緊張しているのですが、並んでいる間にメニュー表を見て順番が来たら迷わず言えるようにして、後ろの人に迷惑にならないよう気をつけています。偉い。注文の時に一瞬も言いよどみがなかったので、私がとても慣れている人だと思われたようです。私は恐縮してしまい、注文の時のことをその人に簡単に説明しました。すると、なるほどね、やはりその心がけが大事なんだね、私もやってみます、ありがとうと言って美味しそうにハンバーガーを食べ始めました。その女性は私のすぐ後ろに並んでいたそうです。そんなことを褒めてもらえる時が来るなんて考えてもみなかったので驚きましたが、結構嬉しかったです。この後ろに並んでてこの人のことを褒める人もいい人だね。本当ですね、本当にすごいなと思ったんだろうね。思ったんですよね。なかなかでも言うっていう、伝えるっていうところにはハードルありますからね。そうそう、なかなかね、そう、素敵、結構ね、あのすれ違いざまとか電車の中でいい靴だねとか言って声かけられるのちょっと気持ち悪いって思う人もいるかもしれないけど、意外に嬉しかったりするよね。そうですよね、そうそう、そうなんですよ、じわじわ嬉しい、嬉しいよね、いい靴だねなんてね、言われると。長崎県大村市からいただきました。ちゃんぽんは飲み物さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近褒められたこと、うちの8歳の長男は私が作る料理をいつも美味しいよと言って残さず食べてくれます。ある日の夕食にお好み焼きを作ったら、お母さんこれもうお店が出せるよ美味しいと大絶賛してくれたので、私も調子に乗って、本当本当、じゃあお母さんお好み焼き屋始めちゃおうかななんて言っていたのです。しかしそれから夕食のたび、お母さん美味しいよね、これお好み焼き屋さんのサイドメニューにしたらというようになりました。カレー、餃子、ハンバーグ、どんな料理もすべてサイドメニューにしたらいいよと必ず言うのです。彼の中でベースはあくまでお好み焼き屋さんのようなのです。そうね、そして5歳の次男も兄の真似をして、美味しいねお母さんこれサイドメニューだねというようになりました。毎日の食事作りは大変ですが、子供たちの成長を感じつつ何気ない幸せに感謝する日々です。楽しそうだな。なんかサイドメニューはもう弟はもう完全にただの褒め言葉だと思って食べてきた、ね、美味しいねってことで言ってるよ ね、お母さんこれデリシャスみたいなことね。そうですね、お母さんこれサイドメニュー、ね、とてもいい。皆さんからのメッセージお待ちしています、はい、メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 です。ファックスの番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にカルピスセット、そして140名の方に三ツ矢サイダー 500ml ペットボトル1ケース24本入りをプレゼント。さらにメッセージを紹介した全ての方にイラストレーター総留恵子さん作のオリジナルポストカード、私の中の左官をお送りしています。今日のテーマ、最近褒められたこと、皆さんからのメッセージをお待ちしています。中継コーナー、今朝は柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。東京春音楽祭を開催中の上野公園に来ています、もう提灯が下がったりしてお花見の準備は万端なんですが、桜はまだですね。1ヶ月近い音楽祭の期間中、上野のあちこちで演奏会や体験イベントが行われます。今日は3年ぶりに開催している人気イベント、指揮者はあなた、コンダクトアスイン上野公演をご紹介します。こちらオーケストラの指揮者を体験できるというイベントなんです。そうなんです。指導をしてくださるプロ指揮者の榊真由さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。総勢30人のオーケストラを率いる指揮者、いきなりできるものなんでしょうか。難しいですけれども、ぜひやってみましょう。はい、ではやらせていただきます。曲目は2種類から選べるということで、1曲目がベートーベンの交響曲第5番運命の第一楽章、じゃ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 ん。オーケストラメンバーがいるの、目の前に。いらっしゃいます。もう何、はい、総勢30人です。はい、弦楽器も管楽器もティンパニーも、はい。そして2曲目がロッシーニのウィリアム・テル序曲、
タララッタララッタララッタッタッタララッタララッタ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 ですね。ね。はい。で、私はベートーベンの運命にします。有名ですけれども、榊さん、この曲難しいですか、指揮は。はい、この曲はですね、指揮のオーディションと呼ばれるものでも筆頭になっているので、とても難しい曲になっています。はい。どんな風に手を、指揮棒を動かせばいいんでしょうか。はい、もう上下にですね、気合を入れて上下にずっと動かし続ける、それがポイントかなと思います。はい。コツはあります？コツはですね、もう指揮台というのが30センチぐらいあってちょっと高いんですけれども、結構高いですね。はい、そこに上がった時点で目線が結構高くて怖いと思うんですけれども、もう覚悟を持って腰を決めて思い切り振り下ろす。わかりました。覚悟を決めます。ほら、あのコンサートマスターみたいなさ、はいはい、偉いほらバイオリンの人がいるからさ、はい、なるべくそっちの人の方を見てやった方がいいよ。はい、わかりました、うん、左にいらっしゃるコンサートマスターの方に目線を送りながら頼りにさせていただきます、うん、はい、では指揮棒をお借りして、30センチぐらいありますね、マイクを榊さんにお預けして、演奏はタクティカートオーケストラの皆さんです。よろしくお願いします。ありがたい、頑張って。いきます。感じになっております。あらら、もう気持ちが良すぎて、やめたくなくて長くなっちゃいました、うん、あ、そうなんです。はい、さきさんどうでしたかね。最初ちょっとこう自信がなく難しいっていうのあったと思うんですけど、だんだんこう、あ、こういう感じなんだってこう気持ちにも余裕が出てきて、そしたらなんか音も良くなってるかなと思うので、なんかぜひそういうところも含めてコンサートとかも聞いてもらえたら嬉しいなと思います。はい、貴重な経験ありがとうございました。指揮者体験は今日午後1時半からと来週の日曜日にも2回開催します。詳しくは東京春音楽祭のサイト内、桜の街の音楽会という部分ご確認ください。榊さん、タクティカートオーケストラの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ファンファレ付きでありがとうございました。時刻は10時42分です。さばいて日展、今朝の担当小沢浩紀アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは3月19日火曜日、日銀はマイナス金利政策の解除を決めました。2007年以来17年ぶりの利上げです。21日木曜日、違法なスポーツ賭博への関与が報じられた大谷翔平選手の通訳水原一平氏がドジャースを解雇されました。MLB は大谷選手と水原氏への調査を始めています。同じく木曜日、茨城県南部を震源とする地震があり、埼玉の加須、栃木の下野で震度5弱を観測しました。23日土曜日、俳優寺田実さんが今月14日に亡くなっていたことが分かりました。81歳でした。おしまいも昨日土曜日、ロシアモスクワ郊外のコンサート会場で武装グループが銃を乱射、これまでに133人が死亡し、実行犯ら11人が拘束されています。それでは今日お伝えするテーマはこちら、世界の夜の風景を変えた日本人。10日ほど前、一人の日本人の訃報がアメリカの新聞で伝えられました。後追いする形で日本のメディアが伝えましたが、日本以上に知られアメリカで尊敬を集める人物の名前が根岸茂一さんです。ウォールストリートジャーナルはこんな見出しでその功績を称えました。カラオケの父、100歳で行く。世界で愛される日本生まれのカラオケ、冗談みたいな話なんですが、発明者とされる人は20人いるとも言われているんですね。何をもってカラオケとするのか、定義が曖昧だからと言われています。最も有名なのは井上大輔さんという
もともと流しの伴奏をしていた神戸の方です。通称ハチトラ、当時は珍しい頭出しができるテープを再生するプレイヤーにマイクを組み合わせて伴奏曲を再生しながら歌えるマシンを1971年に売り出しました。その後アメリカタイム誌が20世紀に最も影響を与えたアジア人の一人に選出、アジアの夜を変えた人物として紹介をし、カラオケの発明者として定説化しました。ただそれより前にカラオケは東京で産声を上げていました。それが冒頭の根岸さんです。当時板橋区で町工場を営んでいて、井上さんの4年前ほぼ同じ仕組みのカラオケマシンを作り出していました。きっかけは当時毎朝ラジオから流れていた歌のない歌謡曲、 TBS ラジオでも去年まで放送されていた番組です。放送に合わせて好きな歌を口ずさんでいたことで思いついたといいます。曲が録音されたテープもラジオ局に借りて、当時関東でおよそ2000台を販売。しかしこのマシンの登場で商売上がったりになるのが夜の街にいた流しの人たち。彼らの反発もあってわずか5年ほどで撤退をしました。これが1970年代、カラオケ黎明期の話です。2人のアイデアは受け継がれまして、80年代に岡山で生まれたカラオケボックス、92年に登場した通信カラオケ、この2つの革命とともにカラオケは一気に国民的娯楽となりました。一方興味深いのは、紹介した2人もカラオケボックスも通信カラオケを考案した人も誰も特許を取っていないんですね。取得していれば井上さんの場合推計100億円の収益があったとも言われています。こうして技術革新を繰り返して国民的娯楽に上り詰めたカラオケと同時に、いつしか社交の場の接待のツールとして社会人の必須アイテムになっていったということも日本らしい進化のポイントです。盛り上げ方、曲のチョイスに至るまでカラオケでの振る舞い方を先輩に教えられたことがある人も多いんじゃないですか。そうですね、はい、そうね、ちょっとね、場を見て曲決めなさいってことだよね。はい、ただ時はハラスメント社会、最近ではカラオケハラスメント、カラハラという言葉はあるそうでして、新社会人が入ってくるシーズン目前、カラハラ行為をアップデートしていきましょう。例えば、はい、サライハラスメント、なんだかわかりますか？サライハラスメント、サライハラスメントです。あれじゃないの、会の終わりにサライを合唱するのを強要されるのが、はい、嫌だって人がいるってこと？やはりあるあるですかね。そうなんだ、そうなんだ、はい、締めにみんなでサライを歌うこと、うん、マナー講師の篠原茜さんによりますと、はい、強制強要と取られかねないというお話がありましたカラオケ行かなくていいよねその人はね、ま、コロナ禍でしばらく行ってないなという方も多いと思いますので、ですね、少しずつアップデートして久しぶりのカラオケをお楽しみください。そうですね、今朝の担当は小沢光希アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のテーマは最近褒められたことです。兵庫県からいただきましてありがとうございます。えりさん、29歳女性の方、ありがとうございます。兵庫から、宝塚から、ありがとうございます。最近褒められたことですが、私は介護士でデイサービスで働いています。利用者さんが来所してからすぐ体温を測ります。来所、そうか、来てからすぐってことですね。高齢になってくると高い音が聞こえづらくなってくるため、体温計のピピピピという音は聞こえづらいようです。なので体温計鳴りましたよと私が伝えると、そこにいるおじいちゃんおばあちゃん、よく聞こえるねと賛同、称賛の嵐なのです。ものすごく褒めてもらえます。まあそうだよ ね、 そうか、そうですね、年齢とともにね、ちょっとね、高い音が ね聞こえなくなるもんね。確かにやっぱ褒められると嬉しいよね。そうですね。函館市のどさんこのんこさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近褒められたこと、それはフライパンでお好み焼きを作っていてうまく裏返せた時です。母も姉も裏返す勇気がないのか、失敗するのが怖いのか、さあそろそろ裏返すかとにやりと私の方を見てきます私はまたうまくひっくり返せる自信ないよなどと謙遜はしますが、実は自信満々です。そう、
誰にも言っていませんが、うまくひっくり返すコツは大胆さと冷静沈着な気持ちの持ち方です。そうなの？そんなことないでしょう。フライパンを揺すり、大きなお好み焼きを天に回せ、無事にフライパンにきれいに着地させると、家族からは拍手と簡単な声が漏れます。母からは、あんた上手だね。姉からは、さすが天才とお褒めの言葉が飛び交います。はい、家族から褒められるなんてことはめったにない今日この頃なので、無駄に何回もフライパンのお好み焼きをひっくり返してみせ、最初は褒めてもらえたものですが、しまいには、ねえそんなにひっくり返さなくていいよと言われる始末です。私は今日も家族からの褒め言葉が欲しくてお好み焼きをひっくり返します。いいな、いいね、いいですね。そうですね、大胆さと、あと焦らない、そうね、そうですね、落ち着いてね、ちょっとやっぱパニックになっちゃうからね。そうなんですよね。そうですか。神奈川県からいただきました。熊は私の勲章さん、43歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。小3の娘は勉強が嫌いです。私は勉強が好きでしたが、大した人間にはならなかったので、人生に大切なものは勉強ではないなと思い、娘の勉強嫌いを気にしていませんでした。しかし今年の冬休みはさすがに目に余り、覚えられないと泣いて弱音を吐く娘を叱咤激励し、はい、休み明けのテストに備えて徹底的に漢字の書き取りをさせました。はい、小3の娘さんか。特訓の会あって早々に成果が出ました。はい、そして後日、今年1年間で一番心に残ったこととして、娘はこの時のことを作文に書き、担任の先生に提出したのです。はい、ママに、倒れるなら前のめりだと言われたの部分に赤い波線が引かれ、ママの名言と先生からの一言が添えられていました。担任の先生は若い先生です。本当のところは何を思ったのでしょうか。昭和丸出しの私の発言でしたが、せっかくですので最近褒められたこととしてご報告いたします。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、世代が近いからね。そうです、分かりますよ。共感しちゃう、ね、でもなんか恥ずかしいんですよね。うん、そう、その気持ちも分かります。小学校3年生の娘に、倒れるんなら前のめりに倒れろって言ったの。すごいね。職場では昔聞いたけど、小学生に言う言葉だっけ。まあ言うか、うん、そうです、漢字の練習でね。そうね、うん、漢字の練習で。だからあれじゃない、あの躊躇して何も書かないんだったら何か書いた方がいいみたいな、そういうことでしょ。なるほど、うん、書かないと0点なんだからみたいな。そうね、うん、そうだよね。そっか、うん、はい、パッとはショートするならオーバーしろみたいなことでしょ。そうなんですね、ショートした場合絶対入んないから、やっぱり強気でしょ。そうね、うん、そういうことだよね、はい、うん、受けるかどうか分かんないからやってみろみたいな、ね、黙ってる場合は絶対受けないからみたいな、まあ、空欄で絶対出すなよみたいな、倒れるなら前のめりに倒れろみたいな。そうですよね、うん、迷ったなら、うん、うん、モノマネもやってみる、ね、そうそう、やるかやらないだったらやるでしょっていう。そうです、うん、はい、やだやだ、急にね、やっぱりなんかどんどん出てきちゃって、そうね、意識がやっぱり自分に近いから言葉がスムースに出てくるよね。流れる、怖い怖い、流れるようにね、うん、うん、そうそう、倒れるときは前か後ろだったら前向きだよっていうことでね、うん、そうそう、うん、はい、後ろ側に傷つくなよってことね。そうだよ、もう大丈夫です、もう大丈夫よ。ああやだやだ、お時間です。え、もうちょっとやらせてよ。もうちょっとやらせて。もし死んだ場合でも前側に傷があったら褒められるよって、後ろ側に傷があったら子孫ルイルイずっと言われるよっていうことでね、やめろよもう。ストップストップ、うん、そう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 、ね、逆に怖くなっちゃった、ごめんちゃい。安住紳一郎の日曜天国。目に青葉、山ホトトギス初ガツオ、姉サザエ、妹ワカメ、僕カツオ。お聞きの放送は TBS ラジオ905-954。時刻は11時です。この後は今日のゲスト、由紀さおりさんをお迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストです、由紀さおりさんです。おはようございます。おはようございます、お久しぶりでございます。お久しぶりです。今日はどうぞよろしく、すごい楽しみに参りました。よろしくお願いします、はい、お願いいたします。変わらずお元気ですね。何を言ってんのよ、あなた昨日もよ見ましたよ。頑張っておられたじゃん、よく働いておられますね。大丈夫ですか。え、まあ、ベタハーフがね、あの出現なさったのでちょっと安心してますけども。お体おいといあそばせ。ありがとうございます。はい。
由紀さおりさんのプロフィール紹介します、はい、1946年生まれ群馬県桐生市の出身です。幼少期からひばり児童合唱団に所属し、姉の安田幸子さんとともに童謡歌手として活動。1969年デビュー曲夜明けのスキャットがヒットを記録し、その年紅白歌合戦に初出場、そして今年歌手デビュー55周年を迎えます。はい、55周年ですか。だから童謡時代入れるともっとですよね。はい、そうです。もう本当にそうですね、夜明けのスキャットから55年ですね。でも本当は夜明けのスキャットデビュー曲じゃないですよね。そうです、その前に別のレコード会社で一度デビューしてるので、はい、まあ、その時も本当に惨憺たるもので辛酸なめましたね。そうですか。はい、だからそこから夜明けのスキャットまではもう、このレコード歌手っていうかヒット曲 を、はい、を持ちたいとかっていうことを全く諦めた時期だったので、はい、まあ、夜明けのスキャットに出会うということになろうとはその時は本当に考えてなかったんですけどね。そうですか。はい、で童謡歌手の時はお姉さんと一緒にひばり児童合唱団で、うん、はい、まあ、いわばプロですもんね。そうです、まあ、まあでも合唱団はなんかあのお友達に会いに、うん、あのみんなで歌ったり、はい、例えば、まあ、放送局行ったりするのが楽しかったっていうようなもんで、はい、ただ小学校1年生の時にこのレコーディングする時にソロをするというか、はい、3コーラスあったら大体2コーラス目はソロになるんですね、うん、でそのソロを、まあ、ご許可いただけるかどうかっていうジャッジの、オーディションに一応合格して、はい、小学校1年生の頃ですね。そうですか。それからでもレコーディング大嫌いだった、緊張してて。やっぱり周りの大人たちの中で。そうですね、で同時録音でしょ、はい、安住さんの隣に赤いランプが今ありますが、はい、あの赤いランプがついてで何秒か後にブザーがブーッと鳴って、はい、それで、ま、何秒か後に音がスタートするっていうオーケストラの音が。そうそうそう、それで間違えるとまた頭からやり直しなんですよ。で小さいから、はい、あのほらマイクを何本も立てられないので、箱馬みたいな、はい、あのみかん箱みたいなのの上に、木の台の上に、そうそう、それに乗って歌うわけね、で歌う前はそこでしゃがんでなきゃならないのよ。それで歌うとシューッと立ち上がってっていうか、それでまた音がギーなんて出ちゃうと、あすいませんなブーなんて、もう一回頭からお願いしますって、もうそれがもう大嫌いだった。台の上に乗るときに木がきしんだりして雑音入ると、そうそうあーなんて言ってやり直しだって言って、そうなの、そうすると大人じろっとこう見たりね、うん、そうだ怖かったです。ですよね、うん、だから前の日お腹痛くなったり頭痛くなったりっていうのが、うん、確かに、うん、だから大嫌いだった。お姉ちゃんはね、言われた通りにきちっと歌ったら、あ今日はよくできたっていうタイプなの。なこの性格の違いは今も変わらず、うん、はい、55周年ということですけれども、もともとお姉さんがやっぱり歌うまくて児童合唱団通ってて。そうです、そうです、お姉ちゃんいい声だったの、はい、あのやっぱりソプラノですからね、うん、で幼稚園の先生に、あの幸子さんはこういういいお声をしてらっしゃるから、将来は音楽の道に進まれたらいいわねっていうのを両親がどっか頭にインプット、はい、であの、まあ、横浜に移り住んだ時に、ええ、はい、住まいの、まあ、借りてるお家の目の前が学校で、はい、そこの講堂でひばり児童合唱団が音楽劇オペレッタ、ヘンゼルとグレーテルかなんかのをやってて、でお姉ちゃんがその夕方5時私たちの時代、はい、あまり言いたくないけど裸電球にこうね、でその電球が5時ぐらいのとパッとつくわけよ、はい、そうするともう帰んなきゃいけないみたいな一つの合図だったんだけども、それになってもお姉ちゃん帰ってこないので父が心配して探しに行くと、3回ともあの合唱団のそのお稽古を見てたって。やっぱり好きだったんでしょうね。好きだったんでしょうね。でやってみるって言ったらお姉ちゃんがやりたいっていうことだったんじゃない。は私は小さくてお家で一人留守番ができないからいつも連れてかれるわけですよ、お稽古に。だけどそっかお姉ちゃんのフィールドだからさ、はい、でも聞いてるわけじゃない、はい、そうそう帰ってくるとほら私アピール力が強いからいや、まあ、台所仕事とかなんかしてるとその周りでお姉ちゃんがお稽古してる歌をなんか歌うらしいんで、はいはいはい、でそれは何回かあって、でひばり児童合唱団の皆川和子先生が妹さんもうち入ったらどうですかって言って、うん、
って、お姉ちゃんも最初からひばり組っていうところだったんですけど、私はすずめ組っていうところに入れてもらって、やっぱりそれは今そうそう年齢差と、年齢差とそう、それから力量の問題ね、そうそう、それで。でも私はめきめきと頭角を表し、まあまあそうでしょうね、自分で言うのはなんですけど、いやまあ、お客さんが好きだったんです私。そうですか。ステージが好きだったの。どっちかというと、もうショービジネスが好きだった。受けを狙いたいみたいな、笑いがあるともう今日はこれで大成功みたいな、そういうタイプ。あと私知らなかったんですが、出身ってなると群馬県桐生になるんですか。そうです、父親の疎開先。あ、疎開先ですか。そうです。で、父は、足尾の、はい、に最初いて、それから桐生は工場長でいたんです。それで終戦が来て、でその後、まあ、団体交渉みたいなことで、はい、その工場を閉めるのに労使のそういうことがあって、終戦から何年かはいたんです。足尾銅山にいて、うん、その関係の会社 で私が生まれた時は桐生でした。その間一回ちょっと川崎の方に移り住んで、その時にお姉ちゃんが生まれて、足尾でお兄ちゃんが生まれて、川崎でお姉ちゃんが生まれて、キルは私。あ、そう、はいはい。もうじゃあお父さんもエリート中のエリートですね。どうだったのかな、うん、いやいや、そうですよ。なんだろう、要するに児童合唱団に入って、お姉ちゃんも私もそのオーディションに受かった時に、父親も呼ばれてね、はい、でお子さんがこういう仕事で、忙しくなると、母親はうちにいませんよと、お母さんを取られると、はい、それでもよろしいですかってそのレコード会社の人に父親は言われて、いいですって俺は言っちゃったんだよって後々後悔していたようですけども、まあでも子供が外に出て母親がついていく方が、自分の不自由さよりも安心だからという方法へ選んだんだっていうふうに父は言ってましたけど、うん、私ゆきさんと安田幸子さんと一緒に撮影した時に、やっぱり二人の人柄に触れるじゃないですか。そしたらやっぱりもう知的っていうか、まあ、インテリジェンスがもうこぼれ出ちゃってるわけ。それでやっぱりもうそういう家庭で育ったんだろうなっていうふうに思うんだけれど、本当にご本人は謙遜するし嫌味だからあんま言わないけども、お兄ちゃんが東京工業大学からマサチューセッツに行ってるんだよね。そしてお姉さんは東京芸大、そしてニューヨークのジュリアード音楽院に行ってますでしょ、はい、もうピッカピカの履歴ですよね。もうだから私はね、それについてのこうなんていうかな、じくじたる思いじゃないんだけど、コンプレックスある、すごいありました。兄のなんで私がそこに一緒についてったんだかよく分かんないけど、お兄ちゃんのお見合いの席に私も行ったんだよねなんで行ったんだか分かんないんだけど、母が一人で行くのは嫌だったのかな、そしたら妹さん何してらっしゃるんですかっていう時に、私ちょうど路頭に迷ってるというか、ちょうど売れない時、自分そうそうそう売れなくて、レコード会社でしくじった時だったので、それにすごく私が傷ついちゃって、で自分がそのお見合いを壊したかなみたいなくらい、兄はそんなことないよって言ってくれてましたけども。そうですか。本当にでもそれは割とうちの中に英語が普通にあったんですよ。そうですか。お姉ちゃんなんかの、そのもう彼から電話かかってても、はい、ニューヨークの 本社にいたりなんかして電話かかってくると、はい、ハローなんて言ってましたからね。だからそういうことで言うと、なんかその反動ですかね、私は今世界に出ていきたいって思うのは、なんかそういう意識はすごく強いですね。でも一番下だからやっぱりこう人前に出て人を笑わせたりとか、そうそうそう、いうのが好きっていう感じは分かりますね。もうね、基本的にドリフターズにつながりますけども最初のコロンビアの所属のタレント、ね、はい、だった時に、はい、当時コロンビア大行進っていうのがあって、コロンビアトップライトさんが司会してらしたんですよ、はい、すごい。その時のカバンボチや千夜一夜さんだったんですけど、はあ、でトップさんがお前とに色っぽいような子供の時は本当に大人になったらダメだなって、夜明けのスキャット以後そんなことよくおっしゃっておられたんだけど、はい、トップさんにこう俺がこう言ったらこういうふうに答えるんだよっていうのを袖で何回もレクチャーを受けて、はい、その意味が私にはよく分かんないんだけど、当時はだけどその通り言うと本当に客席が波打ったわけよでそれなんて言ったんだか今でも全然思い出せないんだけど、
それが私の喜劇の原点ですね。だお客に受けるっていうのがもう、そうですよね、うん、自分の歌を聴かせるよりもそこを考えるみたいなところがある。ゆきさん、そうだって全員集合って今若い人はちょっとイメージないかもしれないですけども、うん、バラエティ番組の金字塔みたいなところに出て、ね、だからあのバカ殿シリーズの方が皆さん今、あ、バカ殿シリーズ、はいはい、志村さんと、それこそだから健直子さんとか、キキキリさんとか、ゆきさおりさんっていうと、郁恵ちゃんもそうだったし、うん、小泉今日子さんもいらしたし、はい、桜田淳子さんとか、はいね、はい、コメディエンドですよね。そうなんです ね、 ね、 そうですよね、面白かったもんね。本当そうでした、そうでした、綺麗で。それから55年ということですけども、体のケアなんかは歌手の人はやっぱりどうしても喉は楽器だなんて言いますから、メンテナンス大変なんですよね。そうですね、やっぱりそのまあ何ですか、喉のことはもちろんだけれども、はい、足腰ね、うん、やっぱりあの舞台の袖からセンターまでに、はい、自分の足で行けないようじゃ、うん、やめた方がいいなっていうことをちょっと言われたことがあって、はい、でそういうお姿をちょっと何人もの方を見て知っているので、はい、ああやっぱりお辛そうだなっていうのあるじゃない、はい、でだ今でもやっぱり7センチのヒール履いて歌ってるので、それがねいつ履けなくなるかなって言って、この間ちょっと岩崎ひろみさんと話をしてたら、はい、ゆきさんのヒール私はいつもチェックして、あ、まだ7センチ履いてる私も頑張んなきゃって、あのヒロリンがこの間言ってくれましたけれども、まあでも今ちょっと着物を着て歌い始めたんですけども、はい、その着物は草履じゃない、はい、でふみさんがお姉さま大丈夫です、あのヒール履けなくなったらお草履がありますよって言って、彼女はね、まあ、大の仲良しでいつもいろんな話してるんですけど、はい、あそうだなっていうのがあって、まあ、着物でちょっと舞台を務めたいっていうことになり、はい、そしたらその後また2部はドレスを着なきゃいけないので、はい、その7センチになるのにどういうその肉体的なこの楽さみたいなのがあるのかっていうのをまだ体験してないので、はい、それをちょっと今年1年はものすごくこのクリアしなきゃいけないこといっぱいあるなと、もう 6,7 年ありますけど、パーソナルなトレーナーのところに週1行って、そうですか、はい、あの足腰はもうでもすごい辛いですよ、うん、もうテレビの創世期の頃から活動していて第一線ですからね。いやでもやっぱり時代はあのデビューの時は本当に携帯もないしさ、はい、ね、サブスクなんかないわけじゃない、はい、でドーナツ版だし CD もまだないわけだから、はい、それでも全然不自由じゃなかったけど、ね、だけど今こういう時代になって、はい、自分もやっぱりハンドバッグの中に携帯がないとすごく不安だったりするようになっちゃったけども、はい、やっぱりもう超アナログですから、そこはなんかもう変えられないので、はい、そこの中でやっぱり今の時代にどう対応していける自分を作り出せるかなっていうのが、まあ、今の一番大きな私の目標っていうかそういうところかな、うん、いやかっこいいですよなんで、本当にそうですね、だって本当だったらもう家でね、もう悠々自適で、まあ、まあまあね、うん、子供とかお孫さんに囲まれて、まあそうね、でもまだでも2度もあの失敗してますから、うん、まあ、子供はやっぱり子供ではなくてやっぱりこの道を選んだんだから、ね、まあ、芸事は終わりがないってよく言いますけれども、はい、やっぱり自分の着地するところは何なのかなっていうことを考えながら、今の自分の持てる力と時代をどう即応していきながら、はい、最後は一人芸をやりたいなとは思ってるんですけど、一人芸、うんうん、を、まあ、もちろんバックバンドの皆さんとの応援もあって、そういうこともあるけども、はい、そこのエッセンスの中に一人芸をやりたいなっていうのはある、うん、アコースティックでとか、そう、あと今三味線を結構始めたんだけども、その三味線で昔で言えば三木松師匠にふんとかはんとか言いながらドドイツ歌いたいなみたいなね、うん、でそれは自分の間合いで歌を歌えるじゃない、うん、それと日本のものっていうのはやはり基本的に日本語のアクセント通りに節立てを、ね、節をつけて歌えるから、その自由さがやっぱり和物にはあるので、ね、そう、
ゆきさんはほら、まあ、どん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 テクニックが進化しているのはすごく便利なことでとてもいいことなんだけど、今はもうほとんどクリック音って言って耳にこう自動の音声のカンカンカントンカン音が普通に流れてきて、それに合わせてまあ各演奏家も歌手も歌うってことなんですけど、ゆきさんそれ嫌だからもう最後まで自分で、うん、自分の目と耳でそうですね、あのっていうのはね、バックバンドの人が歌ってる私を見ないのよ、うん、譜面とクリックで、でクリックで耳機能ある譜面見てるから、うん、私の後ろ姿を見てくれてない、うん、だからどういうふうにそのここでストップモーションしてほしいとか、はい、拍手のタイミングとかっていうのは、うん、メンバーが見てないのが嫌 で、うん、でそれに気づかされたのはピンク・マルティーニなの。ああそうですか。トーマス・ローダーデルさんなんだけど、彼はやっぱりもうお客さんをどう乗せるかっていうことが自分の音楽の一番ベストと思っておられるので、はい、まあ、彼とワールドツアーで3年半ぐらいあのアメリカだったりヨーロッパだったり、最後はバーレーンというところまで連れてっていただいて、あとハリウッドボールですかね、ロサンゼルスの。だけど譜面もみんな持ってないし、クリックなんかもともとないわけ。夜明けのスキャットがすごくテンポが速い日と、あ今日すごいゆっくりだわっていうのがね、あるんだけど、でまあ30分ぐらい前にセットリストって今日はこれやるっていうのがメニューが出るんだけども、あ今日は7番目だなと思うと4番目ぐらいにユキとかって言われちゃうわけ、はあ、なんでどうしたのかと思ったら、自分のセットリストで客が乗らないっていう。なるほど。あじゃあもうその場で普通にオーディブルで変えちゃうの。変えちゃうの、はあ、だからもう自分のこのコンサートがスタートっていう時に7番目だと思ってると7番目で呼ばれることはほぼなかったね。へえ。一番早くて4番目だった。そんな臨機応変に違 うなんです、ね、それができるんだ、うん、で それは本当に私が子供の時に童謡歌手から大人の歌い手になりたいっていう時に、はい、中学3年から高校1年生の間に銀座のクラブで歌った経験がものすごく大きかったの。それをまたな再びこう呼び覚まされるというか呼び起こされるっていうか、はい、ああ今みたいなこんななまったるい感じでやってちゃダメだってすごく思って、うん、はい、それで、まあ、私のバンドのメンバーはクリック使わないって、で本当はアンプしてほしいって言ったけど、それだけ彼らをこう、うん、と一緒に仕事をしてるわけじゃないからそれは違うなと思って、でもクリックだけは使わないって。そうですか、うん。今日はひばり児童合唱団でお姉さまと活動してた時に、CM ソングをすごくたくさん収録した、はいはい、ちょうどその何ですかね、あの次のステップに行く時に、はい、私中学2年生ぐらいにあの歌のお姉さんみたいなのをやっていて、はい、でその番組の音楽をやってらした方が CM ずっと作っておられた、小渋先生って、はい、あおもちゃのチャッチャッチャを作曲した、もう亡くなられてるんですけど、上海バンスキング自由劇場の、はい、あのミュージカル全部お作りになった先生なんです。その先生に誘われて、あの CM ソング歌ってみないって。ライブラリーにちょっとあったんですけど ね、あるのよね。お歳暮は味の素っていう、あそう覚えてます。それは知らないんだけど、何しろ一番最初に私が CM やったのは、はい、あの出汁の素、はい、ハイミーっていう、はい、ハイミーハイミー出汁の素っていうの、これだけだった、ちょっとお歳暮は味の素っていう素材がありましたので、聞いてみてください。これゆきさん、これ私ですね、かわいい声で歌ってますな恥ずかしいわ、こんなのあったんですね。あとちょうどこのコーナー東京ガスの提供が入ってるんですが、はい、私すごく多いの、ガス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 冷蔵庫とお手入れしましょうガス風呂とかって、東京ガスだったと思う。ちょっとねこれもあるんですよ、聞いてみてください。へえ、やってたんだねこれ。これ今お姉さんと一緒ですか、ね、一人ですかね。一人でもちょっとお姉ちゃんの声も聞こえるような気がする。へえ、うまくこう混ざるんですよお姉ちゃんの声と私、ね、二人で歌うとぴったりですもんね。いやね、いい声でリズム感といいなんといい、最高です ね。だからこの頃からやってるわけですよ、はい、でその後中学生くらいで赤坂のクラブにも出てるんですよね、さっき話した銀座です。銀座の赤坂はね、あの赤坂ホールっていう昔で言うと
ホテルニュージャパンのあの通りのあたりですね、はい、あそこにダンスホールがあって、はい、赤坂ホールで歌ってる時はバンドリーダーは穂坂さんっていう方だったんですけど、はい、なんだっけ、名残雪を歌うイルカさんのお父さん、はい、あ、イルカさんのお父さん、お父様はバンドリーダーだった頃にものすごくあの姿勢、歌う姿勢が悪いって、はい、もう穂坂さんにはすっごく叱られたことある。あとコパカパーナで歌いました。なんで中学生の時にクラブで歌ってる、あの、ね、大人の歌い手になりたいって言って、はい、あの児童合唱団と一緒にレコード会社を移籍したんです、はい、で大人のそういう面倒も見るから一緒にいらしてくださいって言われて、はい、だけどあの日本の歌って一泊三泊って頭にアクセントがあるんですよ。春の大川って一泊三泊ね、はい、だけど大人の歌っていろんなリズムがあるから、このアフタービート、んざんざとか、んたたたんたたたとか、んたんたんたたたとかっていうね、はい、そういうリズムを自分の体にもっと入れ込まないと大人の歌は歌えないよって言われて、はい、ジャズを習いに行ったんです。でその時はあの小杉仁蔵先生って言って西郷輝彦さんの星のフラメンコとか、はい、あの辺の楽曲をほぼアレンジしてらした先生のところにジャズの稽古行って、で30曲ぐらい半年ぐらい行きましたかね、学校の制服のそのまんま学校の帰りに。それはさすがに当時でさえ中学生が、まあ、だから部活はほとんどできてないのね。そういう問題じゃなくてその夜の大人のその、でも最初はその先生のところはさ、あの先生のお家に行ってたからね、だけど本当にこれ歌いたいのとある時聞かれて、はい、でよくわかんないけど歌いたいですって言ったら、はい、あそうって言ったら、じゃあもうこれ以上俺のところ来て歌を覚えてもしょうがないよと、はい、歌というものはお客の前で歌って初めて自分のものになるんだよと、でジャズは特に自分のフレーズを作っていくんだから、はい、それ何回もこの歌を歌ってそういうものができてくるんだから、はい、お客さんの前で歌うことをやんなきゃダメって言われて、やる気があるならそういうところを紹介するって言ったのが銀座のモンテカルロっていうキャバレーだった。キャバレーで、うん、でもまだね6時半とか7時半とかってお客さんがあまりいらしてない頃、はい、でいらしてない時にはメモリーって言ってその4人ぐらいで、はい、あの私覚えてきたものを歌してくれるんだけど、ダンスをしなきゃいけないお客さんが一人でもいらしたら、はい、ビッグバンドの音を出さなきゃいけない、はい、で私譜面があるのは4曲しかなかったので、はい、6時半に2曲と7時半に2曲歌って、8時前にはそこ出ないと児童福祉法に引っかかるから、はい、それでそういう生活、まあ、1年にやったかな。それでお客さんから初めて拍手をもらった時によかったなって言ってそのバンドのメンバーが言ってくれたりとか、それから自分が覚えてきたものをお客がいないから好きなものを今日歌っていいけど何やるって言って、メモリー帳って自分のキーのね書いたこんな小さなノートを4冊ぐらい持ってて、今日は選んでくださいって言ったら、じゃあ今日これとか T42 とか、あとアフターユーブゴーンとかって言って、はあ、じゃあイントロ8つピアノとかって言われて、まずワンコラス歌えみたいな、はあ、舞台上でそれを言われるんですよね、それでピアノも別にほら8小節だけど決まったイントロがあるわけじゃないじゃない、だからどんなものが出てくるか分かんないから、最初から 1,2,3,2,2,3 で数えてないと8つが分かんないわけ、で歌ってるうちにサビからは前歌えて、間はギターとかって、そうすると16小節がギターをやって、はい、だけどそのギターもすごいメロディーを弾いてくれるわけじゃないから、また1,2,3,4,2,3って自分で数えながらサビから歌うみたいな、もうすっごいスリリングだった。鍛えられますよね。鍛えられますね。だって今日はこれとこれを歌うと思って行こうと思うと、お客さんがいると4曲歌わなきゃいけないし、だからそういうことが崩れるわけよね。途中からやるよとか、ここもう一回やるよみたいなバンマスが急に指示して、そうです、そう、だからあれはやっぱりそういうことを、またそのピンクマルティーニのトーマスに出会って再び思い起こされて、なんか あの時代のあの怖かったことが今に生きるってこういうことなんだなっていうのを本当実感しましたね。いや、そして55周年ということで、はい、由紀さおりさんのベストオブベスト、さらに新しいシングルが、ニューシングル、はい、人生は素晴らしい、はい、この曲もリリースになります、はい、そうです。あの今年55周年でちょっとパリで歌うことになったので、はい、5月の17と18、
国際交流基金でできたパリのホールがあるんですけれども、はい、前にお姉ちゃんと15周年のワールドツアーの時にパリでそこで一度歌ってるんですけど、その後ピンクマルティニで、はい、歌ったのはもうちょっと大きいホールで歌って、はい、今回で3度目なんですけどパリで歌う、はい、まあ、そこでちょっと今あの、着物を着てジャズも歌って三味線も弾いてというのを、はい、自分の新しい私という、うん、あの、まあ、サブタイトルみたいな55周年のね、それで、あの、で今度の歌はフランスの作曲家の方、そうですジオ・アッキーノ・モリスさんっていう、あのセリーヌ・ディオンさんとかフランソワ・ガルディさんとか、はい、あ、割と有名どころに曲を提供している方の作品、うん、ちょっと私としては珍しいタイプの歌です。そうですか、はい、聞いてください。人生は素晴らしい、4月17日に税込み1400円で発売されます。さらに同じく4月17日はニューアルバム由紀さおりベストオブベスト 55th アニバーサリーが税込み5000円で発売されます。夜明けのスキャットや手紙などの代表曲からヒット曲のカバーなど55曲が収録されています。由紀さおりさん55年の軌跡と魅力を堪能できるベストアルバム、ぜひチェックしてください。今流れてる夜明けのスキャットは、うん、由紀さおり名義のデビュー曲。そうです、この曲で由紀さおりという名前でデビューしました。はい、もともとラジオ番組の BGM か何かで、うん、そうです、 TBS の夜のバラード、それのテーマ曲って、当時からその番組はテーマ曲が話題だったんですけど、はい、もうそろそろ変えてもいいよなって、で泉先生がこのワンコーラス部分だけが最初できた、はい、そしたらすごい、まあ、当時ほら、はい、トランジスタラジオ1台で受験生が深夜放送を聞いてる時代だったから、そしたらもう段ボールに1箱、はい、週に2箱ぐらいが来て、で泉先生が、あ、これレコード出したら売れるかもなって言ってシングル出そうってことな、ドーナツ版ね。リスナーの人がこの曲がいいからやめないでくれって、まあそれで誰が歌ってるか分かんないっていうことと、 なんか洋画のサウンドトラックのどの映画でから撮ったんですかみたいなことばっかりだった、で高嶋千佐子さんのお父様が、はい、東芝レコードにおいでで、高嶋さんのお父さんが、それでお父さん、そう、帰ってきた酔っ払い当てたの、それであの人がいいって言うんだからやろうよって言って日の目を見たの、はあ、だからあれですよ、もともと歌詞なかったんですよね。そうですね、だしで2コラス目山上先生に、あの哲学的な詩を頼むって、泉先生に言って、本当に難しかったんだよって今でも言われます、はい、だからこれあれですよね、カラオケとかで行ってかけると本当にずっとルールルールルルラララララって言って、たまにパが出てくるんですね。そうです、あのサビのところにちょっと破裂音を入れないと、ちょっと間延びして、だけど長く歌うとまたこれもちょっと間延びして、最後にため息でアーと入れて、それで頭と最後のモチーフは同じルと、文章で言えば起承転結を、はい、考えて言葉を入れました。はい、文字で、ね、見てみるとね、すっごく面白いですよ。そうね、自分であれ見るとおかしい、ずっとなんか視力検査みたいな、なんかルルルララララパーパーパーってなって、そうですそうです歌ってくださってるんですか、カラオケで、ありがとうございます。すごくいいですよね。そして5月には先ほどお話ありましたが、パリ国際交流基金でできたホール、パリ日本文化会館で歌うことになったということ、はい、これも楽しみですね。はい、まあ、あのやっぱり日本文化を愛するパリの方がすごく多いと伺ってるし、はい、楽しみに。そうですね、はい、でドドイツもちょっとフランス語でやろうと思って、これネタです。ネタで、はい、ネタで、さすが受けるといいですね。そうですね、だからね、今ちょっと行く前に何本か日本であるので、皆さんこれやって、やっていいと思う人拍手ちょうだいって言うと薄いのよ。もうちょっと練らないと。そうそう、あ、じゃあもうちょっと勉強しますって言って終わるネタです。今日はゲストに由紀さおりさんをお迎えしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、我が輩は猫である、 Wi-Fi は便利である、お聞きの放送は名前はラジコ TBS ラジオです。
今日はスポンサーの朝日飲料さんから三ツ矢サイダー140人の方にプレゼントということで三ツ矢作文を送っていただいております。はい、良作を紹介してまいります。はい、みんなサイダーに絡めてないじゃんっていう気持ちになりますよね。これサイダー絡めるのね難しいんですよね。結構ね皆さん挑戦してくださってるんですが、サイダーに絡んだ本当のね良作中の良作ですね。はい、宮城県の阿賀光さん26歳男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。三ツ矢身近な存在続く伝統優しいサイダー素晴らしいですね。まあ、あの皆さんいろいろやってくださいましたけども、もうベストオブベストですね。ですね。横浜の十日の菊さんありがとうございます。ありがとうございます。三ツ矢水よりも冷たいサイダーやめられぬ。新川崎のうららさん、はい、三ツ矢三つ子の魂百まで鶴は千年亀は万年八千代に続くサイダーの味。わー素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございました。新郎新婦入場です。素晴らしい。本当にサイダー差し上げます。そうですね、すごいことぶき感が、ことぶき感がね、満載です。すごく来ちゃうよねやっぱりね。いいですね。それからですね、私好きなのね、はい、駅づくしっていうのがあるんですよね。駅、駅いいですね。水戸市の H さん、はい、三ツ矢水戸から土浦休まず歩いて1時間いい、そういうことか。いいね、1時間では行かないと思うけど。稲城市の三丁目現場さん、はい、三ツ矢南林間鶴間の次は大和駅小田急江ノ島線。いいですね。いい、あ、ほんと、いい、いいよね。いいわ。千葉の方お待たせしました、はい、千葉市のふみまるさん男性の方ありがとうございます。イエス。三ツ矢三鷹から津田沼経由で八千代台どうでしょう、どうでしょう、いいんじゃない。うん、京成船橋じゃなくて津田沼でも津田沼から乗り換える、ちょっと歩くよね。お、あ、やったそうなんだ、そうだっけ。京成好きだからあげちゃう、あげちゃう多いね、うん、好みが反映されますからね。うん、あとはほらやっぱり、まあ、五七五じゃなくてもいいんだけども、やっぱり清少納言の時代から恋だよねやっぱりね。あ、うん、そうですね。行きましょう、はい、埼玉市のおびびこさん30歳女性の方、はい、三ツ矢見送って次を探して約5年うん、どういいですね、うん、割と長めになってますね。どういうね、いいです、いいです、うんうん、そうですよ。草加市の優子さん女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。三ツ矢三つる勤む安尾私を振った男たちどうかな、うん、よくない。ちょっとあの中島みゆき先生のあの子みたいな歌詞だけど、うん、そう昭和っぽい。残念、残念です。そうなの、うん、ちょっとね、うん、そうかな、もう少しリアリティが欲しかった。 うるさい、うん、続いては何かこう背景情景、うん、あ、そうですか。まあ、ジャンルで言うとノンフィクション行ってみましょう。上尾市の三次の父さん男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。三ツ矢三つ編みを拙い手つきでやってみる。あ、いいですね。お父さんがね、うん、お嬢さん送り出すっていう感じの。そうですね、今日はお父さんがやっちゃう、うん、ノンフィクションな感じしますよね。すごくいいですね。江戸川区の S さん男性の方ありがとうございます。三ツ矢見合いで付き合いやっぱり破談。くー、どうどうでしょうね。サンサーラが聞こえるでしょう。結婚相談所日曜昼ノンフィクションねえ、そうね、生きてる生きているつって、うん、いいと思います。そうですね、お待たせしました、はい、続いては小学生未就学児の部です。えらい本当にね、AM ラジオに付き合ってくださって、ありがとうございます。まずは小学校1年生7歳、北区の N さん、はい、女の子、三ツ矢三つのつやつや野菜いいね、いいかも、うん、ナスとかピーマンとかかな、うん、なんかなっていうね、トマトもかな、うん。岐阜県のにゃんこさん7歳女の子、ありがとうございます。三ツ矢三ツ矢サイダーは疲れた時に飲むといい優しい味。そうです、いいね、その通りですね、うん、まあ、7歳1年生はね、やっぱり、ね、うん、これくらいなのよ。そう、いいです。
一学年ずつ上がっていきますから。続いては8歳佐賀県の M 君、はい、三つ屋見つけたよ角の生えたヤギをちょっと自たらず。いいですね、いいね。そうですね、うん、なかなか見ないから、うん、はい。9月から、失礼、4月から4年生という今度は9歳、はい、ちょっとどんどん上がってきますよね。世田谷区の無意識過剰くん、ありがとうございますいいラジオネーム。三つ屋、うん、みんなでつねろうやばいやつそれどういい、だいぶほらエッジが効いてきた。効いてるね、うん、そうか、やばい。4年生からエッジが効くんだ。そうなんですね。5年生お待たせしました、宮崎県いきだるま市のペンギンさん、小学校5年生の女子、ありがとうございます。三つ屋3日間で作り上げるよ闇アプリあ、そんなことできちゃうんだ。そんなことできちゃうね、すごいよね。はい、小学校6年生キノコの母さん、反抗期入ってますね。三つ屋三つ屋サイダーでつまらん企画やるんじゃねえひどいじゃない、おじさんたちも一生懸命やってんのにそっか、いいよね、そういう時期ですね、うん、さあ、はい、おピンク行ってみるかもうみんなちょっと第2弾のおピンクが欲しくなってますよね、行ってみますか好きね、やっぱりおピンク大事だよね、やっぱね。そうなのか、そうね、うん、そうよね、リズムができますね。そうそうそう、はい、愛知県のいくみさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。三つ屋見られてた月夜の晩のやばいあれどれだろう。もう一方、はい、76歳の女性の方、赤いトプさん、はい、ありがとうございます。三つ屋身に履いてつま先立ちで山登り頑張ってる、なんか来ちゃうかな三つ屋サイダーどうぞお受け取りください、おめでとうございます。安住紳一郎の日曜天国、素のない将棋は負け将棋、素のない酢豚はただの豚、 TBS ラジオ954905。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは2018年平成30年発売、サザンオールスターズ壮年ジャンプに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は栃木市のスージョさん、埼玉県戸田市練りごまさん、東京都北区おぼろずきよさん、神奈川県川崎市のカボさん、千葉市のもちもちほっぺさん、カルピスセットの当選者は葛飾区のナナさん、四街道市のシュカシュカさん、横浜市のチャリンコさんです。おめでとうございます。そして三ツ矢サイダー140人の方のプレゼント、先ほどまで紹介した方が41人いましたので99人の方抽選ということになりました。それでは発表します。成功マーコさん、てっぺいさん、お米さん、よっちゃん A さん、ゆみさん、一つ二つ三ツ矢サイダーさん、強しとてっちゃんさん、しもちさん、あきこさん、こりなさん、ともなりさん、たまさるさん、からしさん、のぶよっしーさん、こめこさん、まみこさん、もふもふさん、花咲く乙女さん、よっしーさん、けいこさん、こむぎさん、なばななの花さん、天津飯さん、修行パパさん、さろきちさん、弱小女子さん、あんころもちさん、あきこさん、おみくじはいつもきょうさん、小池さん、さとみさん、さえさん、刀ライダーさん、石田さん、大人になっても精神18切符さん、トムさん、太郎さん、みるりんさん、左にエクボさん、おろし本町さん、いいとこなしおさん、みなみさん、ラズベリーさん、いもけんぴさん、さくらもちさん、2番レフトさん、にーはむさん、ちゃうちゃうさん、ゆうこさん、ちえさん、てつおさん、まさとしさん、りささん、マカロンは思春期さん、しばさん、からしさん、みゆきさん、しゅうとめに巻き込まれたさん、のんちゃんさん、なおこさん、しどみちゃん、みけねこみいこさん、ぐれこさん、男子3人の父さん、カウボーイさん、おしずさん、時をかける少女さん、三ツ矢サイダーのプレゼントの当選者を発表しています。アッコモンさん、どんそくの貴公子さん、日給さん、パンダ餃子さん、みずほさん、博多どんたくさん、お寿司太郎さん、室友さん、じゅんさん、お言葉心に刻みますさん、炭酸シュワワさん、たいちゃん、赤毛のキリンさん、カニカマ大好きさん、マリモさん、ひとしさん、レンタル世代さん、小耳にハサウェイさん、ニジポンさん、親父ネギさん、ジョニーデッパさん、明日もプリンが食べたいさん、白玉さん、冬眠継続中さん、ネタフリ緊張るさん、波の上の魔術師さん、直美さん、めぐみさん、マリコさん、カラスの勝手でしょさん、以上の皆さんです。おめでとうございます。140人の方おめでとうございます。
さて来週3月31日日曜天国放送はありません。10時から11時55分 TBS ラジオショッピング新生活お買い得スペシャルを放送します。出演は柴田理恵さん、有馬隼人さん、 TBS ラジオキャスターの田中ひとみさんです。日曜天国次の放送は4月7日になります。慌ただしい放送でしたけども、お付き合いありがとうございました。それではいい日曜日にしてください。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さようなら。さようなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。4月7日のゲストはインスタントラーメン研究家大山即席斎さんです。メッセージテーマは前回に引き続き最近褒められたこと。皆さんからのお便りお待ちしています。